はい、皆さんおはようございます。こんにちは、ファイナルファンタジーやっていきます。最低マンです。よろしくお願いします。前回ね、異常にパシられて、新聞記者になんか、弱みを握られてる、俺のあれを知りたくなかったら行ってこいみたいなこと言われて、採掘場に行かされることになりました。行きましょう。採掘場まではね、800メートルありますんで、まあ、歩いていけない距離ではないんですけど、給油しますか。はい。給油しよう。エンジン、ガソリン満タンだったような気もしますが、一応まあ給油しておこう。これいちいち給油とかまで必要なんだな。ガソリンが満タンになりました。じゃあもうレガリア乗っていきましょうよ。マニュアルドライブ。マクト、本当に大丈夫か？かなり暗いぞ。これくらい問題ねえって。問題ねえよ。イグニスは休んでてくれ。よし、俺のマニュアル運転だ。行くぞ。暗いな。ちょっと暗いよぞ。本当に暗いぞ。大丈夫かこれ。まあ 800m だから近い。しかし王子の異変もなんもねえな。軽くお使い頼まれちゃったもんね。王都の外ともなればこうなんだろうな。そうなんだよな、ま、あんな乗りの方が楽だわ。新聞記者になんかいろいろ言われましたからね。いきなりですよ。道中、もう着きそうですね。これなんか暗闇だから、なんか怖い髪の長い女性が飛び出してくるみたいな、そういうゲームじゃないか、これは。僕ホラーゲームとかよく実況するんですけど、ホラーゲームは、ホラーは好きなんですけど、大変ビビリなんですよね。で、ちょいちょいホラーゲーム、バイオハザード7も実況していたことがあるんですけど、ビビりまくってましたね。バイオハザードは大丈夫なんですよ。初期のリモコン操作のやつは大丈夫なんですけど、もう到着します。セブンとかね、リアル、やたらリアルになったのは、この辺りだな。探してみるか。オッケー、じゃあ降りよう。ここで降りるぞ。オッケー。行こうぜ。急ブレーキ。やたら急ブレーキしてしまった。よし。じゃあ、採掘場。ちょっと離れてしまったが、A ボタンでね、丸ボタンでね、ダッシュができるんでね。これで採掘場。これ暗闇で、こいつらここ怪しすぎるんだな。よし、24メートル、25、何かあるか。ここか。ここに何かあるとなっているんだが。この辺ですよね。待て、向こうにも何かある。87メートル。ちょっと順を追っていきましょう。落ちたら死ぬんじゃないこれ。落ちても大丈夫なのか。落ちたら危ない気がするが。お、こっちか。洞窟っぽいとこがある、ありますよ。採掘場到着しましたか？あ、まだ先か。うわ！なんだこれ。起こすんじゃねえぞ。これ何これ？これなんか鳥みたいな。ゆっくり行こう、ゆっくり行こう。ゆっくり行こう。ゆっくり行こう。おはようございます。ゆっくりと。うわ、鳥だよ。マジでやばい。これ、でかすぎる。でかすぎでしょ。マジか、怖っ。いきなりゲームオーバーみたいなのありますからね。最近のゲームだったら。こっちはまずいってことか。こっちから行くべきか。おー、危ない。あまり近づくのはまずいな。これ何なんですか、そもそも。鳥だ。遠回りしよう、遠回りしよう。絶対に起こすと死にますからね。ここは間違っちゃいけない。わかりますね。起こすと死にます。ゲームオーバーです。俺は長年ゲームをやってきた。こういう、お！ゲット、D の2、原石を渡すと。じゃあ、あとは帰るだけだ。あとは生きて帰るだけだ。生きて帰ったら答えを教えてやろう。ちょっと待て。こっちから行った方が良くないか？安全っぽくない？こっちから行こうよ。
いや、来た道戻るか。来た道戻りますか、じゃあ。これホラーの鉄則なんですよ。帰りは。やばいやばいやばい。無理だ、帰れない、こっちから行こう。ちょっと遠回りになるかもしれないですが、こっちから行きましょうか。急になんか、こういうゲームだったのか。なんか、コメントね、カズゴクのアドバイスいただきまして、ありがとうございます。全部読ませていただいております。コメントね、すごい励みになりますんで、ありがとうございます。これ落ちたら多分死ぬんで、うん、落ちたら死ぬな。やっぱあの鳥の中帰るしかないのかな。でも起こしてしまいますよ、あれ。全員慎重に行け。本当に慎重に行けよ。いや。ゆっくり行く、ゆっくり行く。頼む、起きるな。メタルギアソリッドは実況したことないんですけど、一度やってみたいなと思ってます。メタルギアソリッドの実況も。起きそうなの？うわぁ。ちょ、ごめんなさい、ごめん。逃げる、逃げる、逃げる、逃げる。逃げ、逃げ、逃げ、逃げ。うわぁ。飛んだ。ちょ、逃げ、逃げ、逃げよ。迫力あったな。タビマン、ここまでかって思ったよ。さすがに。俺も実況ここまでかなと思ったよ。無理だと思った方がいい。夜間の旅は危険です。無理せず宿泊地へ行きましょう。俺ももう実況ここまでかなと思いましたよ。いや、それは違うか。それは編集でまたもう一個やり直せばいいだけの話だった。よし。起こしても大丈夫だったようです。とりあえず道路に戻って車のところまで戻りましょう。いやー、怖かったなー。起こしたらゲームオーバーみたいな風な感じでしたけど、あれ絶対起こさないと無理なんでしょうか。結局あれは起こさずに行く方法もあったんでしょうか。じゃあ車のとこまで戻ります。で、ディーノに原石を渡しに行きましょう。ここまでなんか FF 感っていうのはまるでないんですけど、 FF っぽさみたいなものがまるでないんですけど、あの新しいゲームを今剣で切ってしまった車を、よし、マニュアルドライブで帰ります。行くぞ行くぞ。よし、行くか。死にかけたな、本当に。死にかけましたね。こっちじゃないような気がするな。ちょっと待って、待って。こっちじゃないような、ちょっと待って。ここで。こっちじゃないような気、こっちじゃないですね。ちょっと。ちょっと待ってくださいね。こっちじゃないな。気分転換にもなるな。とりあえずじゃあ、ディーノに原石を渡しに行きます。はい。はい、到着しました。道中ね、なんか怖い魔物が出るみたいなこと言ってたので、すごくこうビビりながら車走らせておりました。なんか夜道は危ないよみたいな、なんか言ってたやついたじゃないですか。メガネか。メガネが言ってて。じゃあ持ってきたぜ、ガーネットの原石をよ。おう、渡す。おお、俺、新聞記者兼アクセサリー屋で。絶対新聞記者嘘だった。いいの作れちゃうじゃん。感じ悪かったでしょ。これ、結構希少品で。ごめん。王子を脅してでも俺は欲しかった。なかなか食えないな。アクセつけたお詫びに情報、君らがもらった金貨、あれ、カンナギ就任記念硬貨。あの男他にもばらまいててさ、帝国関係者かもね。で、これ宣伝。はい、俺の作品、ごひいきにどうぞ。本当に就任記念硬貨。ロナウドみたいなやつ。一般には配られていないはずだ。お小遣いって言ってたけど。宿代にでも使っちまえってな雰囲気だったけどな。ガーネットの腕輪みたいなのは手に入れましたね。ガーネットの腕輪手に入れたんで、早速じゃあ装備整えていきますか。このグラ、こいつに装備させるか、ガーネットの腕輪。
ガーネットが埋め込まれたブレスレット装備すると力がややアップする。なんかこいつパワータイプっぽいんで、ガーネットの腕は装備させます。ガーネットといえばファイナルファンタジー9の主人公ですよね。こいつもういいのか。乗船手続きちゃんとやってるよ。原石がもう、ありがとな。嬉しかったからさ。で、問題なく許可取れそうなんで、準備できたら俺んとこ来て。まさか本気で手続きしているとは思わなかった。思わなかったな。出発準備できたって。ああ問題ないぜ。この先は当分引き返せません。よろしいですか。こんなこと言われたらな。まあいいでしょう、行きましょう。マジ早いな。船が来るの明日だよ。ちょっとホテルに泊まってて。いやそれ先に言っといてくれないか。こいつなかなか食えないぜ。まあ夜道ね、うろつくの大変だったんで、うん、怖かったんでね。夜道の、運転はスピードを落として運転しましょうというような教訓も兼ねてるんでしょうか。なんか怖い魔物が出ました、道中ね。で逃げてきました。あ、レベル上がった。レベルの上がりがすごく早いですね。もう 6? もう7まで、もうレベル7まで上がりました。で、あとね、プレイ中にですね、結構プレイングで、ミスをしてしまうみたいな。いや、この写真いいじゃん。いい感じに撮れたな。あ、この犬の写真もいいが。じゃあこれ保存して、次行きます。結構プレイングがおぼつかない場面とかあるとは思うんですが、ご了承いただけたらなと思います。できるだけね、向上させて、皆さんにね、テクニックをお見せできるようになれたらなと思います。おー、やった、朝になった。あとちなみに、おはよう。おはよう。エグニスはすぐ戻ってくるだろう。イベントが、イベント中は黙るみたいな言ってたのに黙ってないじゃないかみたいな。申し訳ありませんでした。大変申し訳ありませんでした。どの新聞も同じだ。何が？オートが陥落した。はあ？何言ってんだよ。落ち着いて聞いてくれ、ノクト。落ち着いてんだろ、俺は。インソムニアがニフルハイム帝国軍の襲撃を受けたらしい。昨日の夜、調印式の席で騒ぎがあった。帝国軍はオート城周辺を爆撃。国王陛下が死亡。おい待てよ。知らされていなかった。何がだよ一体。調印式は昨日だった。そしてオートは、バカ言うな。俺たちはオルツシエに向かってたさ。だが襲撃されたと報じられている。今朝の国内全ての新聞にだ。冗談だといいのに。他に情報は自分たちで見てくるしかねってことか。ならインソムニアに戻ろう。危険がないとは限らない。ここにいたって同じだろ。どうだ。ああ、はいと、いきなりすごい展開です。オートが陥落しました。オルティシア行きの船を置きます。急ぎオート方面へと引き返すと。なんかドライブ楽しんでる間に、オートが陥落したらしいです。で、どうも、真偽というか、まあそれが本当なのかみたいなのを確かめるために、オート、戻ります。なんかイケイケの金髪の男の子の意見が採用されたようですね。いや、一気にストーリーが動きましたね。オートというのは、なんか、婚約式みたいな、でしたよね。国王陛下が死亡したと。あとなんか、ロードが長いのは最初だけですよ、みたいな、教えていただいた方、ありがとうございます。雨降ってんのか。ゲートに向かおうね。インソムニアにじゃあ戻ります。みんな無事かな。
無事なわけねえし。まあ、陥落してればな。まだわからない。はあ？町も城も襲撃されてんだぞ。落ち着け。一瞬の出来事でしたね。なんだ上の低い手。帝国に裏切られたんだね。真実はまだわからない。上の低い手なんだ。だから戻るんだ。ふざけやがって。何が停戦だ。でけえのが飛んでやがるぜ、うん、帝国機動戦艦、兵士たち、魔導兵を運ぶ船だ。人造兵か。ああ、大量生産されている人型の兵器。人型の兵器。あれ見て。なんだ、渋滞か。封鎖されてる。敵がいる。ボート周辺は封鎖されているのか。先には進めねえな。でもおかしな話ですよ。1日でオートが陥落したってことになりますよね、これじゃあ。1日でオートがそれほどまでに帝国がやばいと。ファイナルファンタジーって基本的にまあ6とかもそうだったんですけど、6も12もそうだったんですけど、帝国ですよね、敵って。あとBGM がね、車乗ってる時に流せました。もう少し行けばオートが見える場所に出るだろう。よし、じゃあ見てみます。パート4にしてストーリーが目まぐるしく一気に動き始めました。なんか和やかな雰囲気だったんですけども、一気にシリアスな展開に。実況者としてはこの方が助かります。くらいなら片付けちまうか。ああ、蹴散らしてやる。蹴散らしてやるぜ。戦線もなんもねえからな。おら、いや、イライラしてるからな、こっちとら。こっちとらイライラしてる。OK。 あのゲオの店員、なんであの日変わる12時ジャストに取りに行きますってファイナルファンタジー言ったら、次の日の朝来てくださいって言われたんだ。おかげで12時に実況できなかった。まあしょうがないか。前日の26時みたいな扱いですみたいな風に言われて、じゃあ前の日日変わった時にファイナルファンタジー取りに来ていいですかって言ったら、くそー。まあゲオの店員は悪くないんでしょうね。まあ俺がむちゃくちゃなこと言ってるんでしょう。よし、敵殲滅した、一気に行くぜ。帝国兵意外に弱いね。こんな実力で半日でオートを陥落させたのか。R1 で攻撃対象を指定できます。なるほどね。で、攻撃対象を指定して、丸攻撃と。また拳銃撃ってるやつ、うっとうしいな。今までの従来のファイナルファンタジーだったら、ゲージ貯めて、なんか攻撃ターンみたいなのあったんですけど、これはもう手数がもう無限です。攻撃した方がちですね、これはもう。で、ここの帝国兵はまだゴリ押しでいけてますが、そのうちなんかジャンプ切りしたりとか、そういうのも入れてってもいいんじゃないかなと思います。ジャンプ切り、ジャンプ切りからのなんかコンボみたいなのも、メニュー画面のレベルアップできたスフィア版みたいなやつで覚えられそうなので、ガンガン覚えさせていきましょう。ジャンプ攻撃でも強烈でしたね。行くぜ。どんだけ送り込んでやがる。中どうなってんの。てかオートボロボロじゃないですか。お買い上がろう。オートが見えるはずだ。そうだな。敵がいる。一気に行こう。ジャンプ切り。あ、これ拳銃のやつ厄介なんで、とどめかな。とどめかな。仲間の一目がゼロになるとピンチ状態となり、行動が大きく制限されます。戦闘不能になる前に助けて復帰させてあげましょうと。ってことは戦闘不能になっている人いないじゃないですか。今のバリー、これが魔導兵、助けるね。中身は人間じゃない。オッケーっす。容赦なく攻撃してくるぞ。お、なんかでかい兵士来たな。人造兵、ちょっと待って、強い。人造兵なんか強いな。バックアタックね。避けろよ。
慎重にやれよ、こいつら強いぞ。いや、なんか戦闘不能になった仲間の近くで四角を押すと、救済みたいなのできるみたいですね。なんか上にマップシフトがあったんですけど、マップシフトから攻撃することで威力が高い攻撃が打てるということですね。でイグニスとか、これマークマックスなんですけど、ゲージを消費することでテンペストやら、ペネトレイトあたりをなんか使ったりとかできるみたいです。今後どん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 活用していこうかなと思います。お、到着。停戦協定については今回の事件を受け当面の凍結が発表されました。また崩御されたレギス国王陛下に続きノクティス王子、そしてテネブラへのフルーレ家カンナギ、ルナフレーナ様のご逝去が新たに確認さ。消すな。何？ごめん。いらねえよ。ご逝去。外だよ、そっちに戻れない。ああ、とりあえず、ってなんだよ、会わないと。これ、俺たちはどうしたらいいんだよ。親父は、ルーナは、王子が死んだってどういうことだ、説明しろ。俺は、ここを出てハンマーヘッドへ向かう。はあ？陛下は、亡くなられた。何？何が起きたかは必ず教える。まず、そこを動け。また会おう。映画が亡くなられた。その真偽も確かではありませんけど。将軍か。なんと。ハンマーヘッドに行くって。映画は亡くなられた。もうこの無言っていうのでもう全員察しましたね。はいと、クエストコンプリートっていうことなんですけども、ストーリーがねちょっと一気に動きまして、パート4、なんか和やかな雰囲気のまままったり行くのかなと思ったんですけど、ファイナルファンタジー、写真これしかないか、保存して、じゃあ次行きたいと思います。ということでまあ一旦この辺でこのパートを切ります。また次回この続きからやっていこうかなと思います。ということでお疲れ様でした。チャプター2再起、お楽しみに。